罪は一の罪。ついに来たか、兄者。イチ、貴様逃げろ。嫌です。イチ、長政様と一緒に行く。勝手にしろ。怪我をしても知らんぞ。なぜこんなことに。兄様、突如として朝倉氏のもとに攻め入った織田信長、その双方に親交深い浅井長政は苦渋の末に朝倉との義を守り、信長に対し同盟破棄を申し入れた。こうした長政の行動を制裁すべく出兵した織田軍を前に、浅井軍は壊滅間際へと追い込まれた。この危機にお市はただ無力であった。兄様がやってくる。和の軍勢が羽川を埋め尽くす。震え我が瀬名。強制す。あるべし、長政。世に背を向けるか。黙れ。ありがとう。私と朝倉を裏切ったのは兄者だ。はあ、行くぞ。絶望が朝に来てしまった。やめろ。気にして。ありがとう。橋を上げろ。足を上げなさい。侵入を許して。貴様は逃げろ。今は兄者とて妹は殺すまい。そうしたら仲間させるな。ご機嫌うわしよ。水秀めやりよるわ。このうつけが。やむを得ません。お返ししましょう。
修羅に変えるか。お二方、羽川の流れも切り裂かれ。ありがとう。ありがとう。十三の数にて貴様の首を締めてくれよ。
開こう。死と恐怖の宴。吸い込まれそうだ。おい、弱さをじきじきに送ってやるわ。我らでは持ちこたえられません。死なない程度に頑張ってくれ。もういい、十分だ。聞け、イチ。でも、兄様と話を。いいから逃げろ。私を怒らせる。ありがとう。恨むなら、イチを恨む。あなたは位置を陥れるくらいに。ようこそ。まずは私が一差し回りましょう。前座の運動を終わる舞台はまた一挙。これです。さすが明智様。美しいばかりのお人形だ。いつもあんなに優しいのに。あれは嘘だったの。ありがとう。みんな万人に言える本質を眠らせている。あなたもお分かりです。何をしておる水姫。余興に幕を引き。おや、残念。ではお分かりです。お一度の。気にして。気にして。明智様って信長様とは別の意味で怖えよ。あなたを土にうずめる。想像すると楽しいですよ。これですよ。あなたは今まで殺した人の数を覚えていますか。さあ貫いてください。それがあなたの仕事。気にして。もっと必死になってください。もだえるほどに。楽しすぎて気を失いそうですよ。これです。ありがとう。よく買いにてこうお待ちしましょう。ありがとう。はい、いや、よわかんだいぞ。だが二度目はない。選べ。世に示してみよう。貴様が選ぶは鹿は聖か。どうした、イチ。選んでみよう。しまうな、兄様。このまま、イチの話を聞いて。いや、お願い。山の里様を許してあげて。何を聞いたんだ、許して何を。イチが何でもするから。消えて、兄様。消えて。やめろ、アニジャ。秘伝の相手は
この私だ。思いを逃がさ、貴様には何もできぬ。さよなら。嘘だった。王様は私たちの言うことなんか聞いてもくれない。司令、震えるほど恐ろしい一の神様さ、いつかきっと地獄に落ちる。司令、さあ消えて。うちの在りかが何ぞある。果てん、天の不届きを恐るに足らず。司令、貴様の首を見せしめにしてくれ。気にして。すぐすぐ夢幻のごとくだ。消えて今日の覚めたら消えよう。果てん、我が前に立つのは全て塵とかす。全て遠よ、消えゆくものよ。その全てを信仰に返してくれよ。戯れは終わりぞ。時間切れよ。長政を殺したのは貴様ぞ。